あどうも、レック仙人講師の宮口といいます。どうも、新年明けましておめでとうございます。もうね、あの新年、えー、だいぶ過ぎてから聞いてる人はね、今頃何言ってんだと <laughs> いう感じかもしれませんがね、あの、えっ、ー、と、今日はね、担当ゴロテクコンプリートっていうやつに関して、えー、動画を撮ってます。担当ゴロテクコントコプリートっていうのはね、まあ あの通信に特化したゴールドウェブ講座の、えー、ラインナップの一つでね、まあ、大体あの 2, 2月ぐらいになると始まる講座なんですよで担当試験が大体5月ですからね今年はおそらく5月になると思いますけどあのタイミング的にね「担当ゴロテコンプリート」いいかなと思いまして「あータンレボ」はもうちょっと終わりましたからねタンレボはもすでに えー、終わって終わっていない人も別にいいんですよただあーそうですね8割方ぐらい終わってることは望ましいですねええー、まあ完全に終わってるからねであもちろんまだあの教材が来てない人はまあそれは今からやればいいんですけど来てる分にはもう終わってるという段階が望ましいですでゴロテクですけどねあのー、まずね えっと初学者の人を取ってもいいのかっていう話があるんですが、あの初学者の人は、ね、大いに受講してくださいと言いたいですね。なぜかというとですね、あの初学者の人は知識が定着しないんですよ。あの自分では身についた気分になってて身についてない人もずいぶんねいるんですね。だからその。 あの、なていうかね、こう知識を、一旦身につけて。えー、まあ、常に使っていると、あの、なかなか抜け落ちないんだけど。あの、しばらく経つとね、忘れたりしますよ。うん、これ我々プロでもそうなんだよね。で、それをね、あの、軽減するのがね。あの、語呂合わせなんですよ。で、語呂合わせはね、まあ、インパクトが命ですわ。えー、まあ、だからね。 まあ、例えばですよ若い、まあ、条文にこういうのがあるんですけども、えー、13条というのがあるんですよ、ねえー、なんかあんまりね、えー、パッとしない条文なんですけど、ね、ちょ特許庁長官または審判長は手続きをする者がその手続きをするのに適当でないと認めるときは代理人により手続きをすべきことを命ずることができる2個。に行こう 特許庁長官または審判長は手続きをするものの代理人がその手続きをするのに適当でないと認めるときはその介入を命ずることができる。3項特許庁長官または審判長は全2項の場合において弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。4項特許庁長官または審判長は代行または第2項の規定による命令をした後にあに第代行の手続きをするものまたは第2項の代理人が特許庁にして特許庁に対してした手続きを却下することができる。というねあ条文ですけどね。 えー、これね語呂合わせが使えるんですよなぜかというとねあのー、全部さよく考えたら1項から4個まで全部この形じゃないですかほら主語一致しますよ全部ほら長官また審判長ですよね全部でね文末もほらできるですできるキャンですそうでしょうマストとかね雑味なしですよね、えー ということで覚え方ねパンほら解任という条文だからね。パンチョ解任。ね、パンチョ鏡じゃなくてパンチョ解任オールキャンですええー。どうですかあるいはね、腸の解任でだってほら両方とも腸が出てくるじゃん。ね。ほら、腸管の腸でしょ。ええー。それから審判長の腸だね。 すべ、えー、てキャンセルうん町が解任されてさ記者会見もすべてキャンセルすべてキャンだからほらねどうよこれでもう皆さんねあの忘れんでしょうがええー、もう忘れられないですよよしパンチョ解任オールキャンですねえー、ちょっと試してみましょうかあーおおこれいいねほらもうすぐできたわ 審判パはいいですよ。ね、チだから。ええー、がつく人やから。でも、マーストになっちるですわ。ほら、マーストはいかんです。いかんどすディナギャンドスですス、ね。ええー、だからまあ、キャンじゃないといかんということですわな。ええー、13条4項ね。うん。で、下はね、ちょっと語呂合わせがあの通用しない問題も一応あるよっていうのをあの警告としてね。うん。なんでかというと、ほら。 長官または審判長は命ずることができる。お、丸だと。思いきや。ね。罰の問題もある。っていうのは。あの、め、これさ、却下して命令って遅いじゃん。おいおい。却下する前に命令しろよって感じじゃん。あのね。よくさ、あの。よくさ、あの、ちょっと腹が立つのが。あの、警察による、あの、交通取締りだよね。あの、ほら、一時停止違反とかをさ。 あの,逮捕まあ、あの時言えばいいじゃん「おいおい,おいそこのそこの人ははい一時停止しろ」っつってあのマイクで大きくねね止まりなさいってあの命令すればいいじゃんであの違反してからはいはい逮捕ねずるいよねもうちょっとあのちゃんとね言ってからそれでも守らんかったら検挙していいと思うんですけどねそれと一緒ですこれね 命じてから却下しろが、命じて却下するのが順序ですよ。却下してから命令しても遅いじゃんね。うん、そうでしょあの、今のあれで言うと、一時停止違反をして、はい、あの青切符。そして今頃になってね、はい、止まりなさいって命令する。おかしいでしょどう考えてもアホでしょええー。ちゅうことで、その命令する前に却下していることが、もうどう考えてもおかしいですわ。ね。ほら、順序がおかしいと。ね。 そういういねちょっと語呂合わせにあのいあの依存しすぎるとあの <laughs> ちょっとね間違う場面もあるぞっていうのも教えながらやるっていうねそこが万全の体制ですわ。まずは語呂合わせ通用するよと、ねうん、でも語呂合わせがつあの適,応し適合したからっつって100%安心できへんぞと。でさらに応用編としてですねほらここにを。う。 国願法、国国ってわかる国際図案法です国際出願法はね13条巡用してるんだけどあの1項と4項だけしか巡用してないんだね俺ね、うん、ちょっとねあの2項3項は巡用してないんですよねあの「被災師」って覚えとくといいよ被災師ねなんかそういう土地名なかったっけ埼玉県被災師とかなかったっけそういうのないか山梨県被災師ない ちょっと待ってね。ちょっとあの、うほら、間違った知識を教えると,とんあのまずいから、その土地の人に怒られるからね。ちょっと待ってね。被災し。被災しっていうのを調べてみるから。ちょっと待ってね。ひ、ひ、さ、し。あれ出てこないよ。被災しっていうの出てこない <laughs> 被災し 被災市城という人は出てくるけどね、あのピアニストの何ですかそういう市町村まあいいわ被災市城さんでもいいんですけどまあ要するに被災市って覚えておけじゃん被災市あ被災市さんだから被災市純近いじゃん被災市城被災市純近いよねもうこれで覚えたねうん被災被災に行く 行きたくねえよね。被災しに行くでもいいね。被災しに行くか。はい。うん。で二とあごめんごめんこれ二二三はじじ不順用だから青がいいわね。二三不順用。うん。あ一三二三不順用。今俺あの開発した。一三二三不順用。ね。うん。一三一三二三小林一三でもいいし。 あのなんかダンスグループにも一さという人がいたけどね一茶さん不順用ねっよーしそんな感じでどうよええー、被災しに行くでも一いさんは不順用だからねみたいな感じでええー、楽しいでしょゴロテクもうほんとねワクワクしますよええー、あの本、ー、当ね楽しく勉強しましょうこの担当ゴロテクコンプリートでね 楽しく厳しく勉強すればね身につかないものはないんですよ。ね楽しくやっていきましょう。ねゴロテク。そうそうあ私はね即興で作る語呂合わせもねあの出てきますから。はい。えー、あとねそうだな受験経験者はどうかなとういうことなんだよね。受験経験経者も多分、ね、あの 担当が受かってないい人多いと思うんですよ、まあ、なかなかそう2、3年、4、5年やってもね。そうしう人もうやっぱりその、なんていうかね、正論だけで勉強してるからだと思うんですよ。まあ、はっきり言って、正論だけほ在いてても、なかなか受からないと思います。A、これはやっぱり受験テクニックといったものもね、必要になってくるんでね。t e i c k もそうでしょ。英語力、ガチの英語力だけではなかなかね、点数が伸びないという話ですよ。やっぱりこう、受験テクニックね。 まあ、そ,ろそこがもうやっぱりそのもう900以上取るためにはねそこだと言われてますよね、まあ、テクニックガチの英語力だけではなかなかそこまで取れないとだから受験経験者で伸び悩んでる人も「ゴロテクおすすめですね「担当ゴロテクコンプリート」あ略して担、ねええ「担当ゴロコン」ですね「担当ゴロコン」ですよ「ボビー・オロゴン」ではなくて「担当ゴロコン」ですねはいさあ あの皆さんあの楽しく厳しくやっていきましょう。ね。担当ゴロテックコンプリート略して担当ゴロコンです。ね。えー、何でもかんでもこう略する時代だからね今ね。担、う、当、ん、レボリューションは単レボだしね理想と現実は理想源だけど担当ゴロテックコンプリートは担当ゴロコンです。皆さん覚えてください。こ、ね、これを覚えたところでね。 担当の点点数は1点上がりませんよ、ね、担当語呂根に出てそこで覚える知識で1点とか2点とか上がっていきますからはいじゃあ私の持ち時間は以上です、ねえー、もうねあの1分1秒争うスケジュールになっておりますんでこの辺で終わりたいと思いますはいそれでは、えー、2022年向けの担当ごろテックコンプリートのね ちょっとあのティーザー的な動画でしたはい <laughs> ティーザーの割には長かったかもしれない終わります